はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、ついに約20年ぶりにヤタガラスくんが帰ってきましたので、この最強モンスターを使っていこうと思います。約20年ぶりですって、やばいですね。2004年に禁止になってからもう一生ずっと禁止のままだったんですけども、この2023年になって帰ってきたということで、まあどういう効果持ってるか、まあ今さら説明することないかもしれませんが、一応説明していきます。このカードはスピリットモンスターで、数属性の悪魔族、特殊召喚できません。この縛り重いんだよね。昔はね、その特殊召喚できないとか関係なくて、なんか結構激流走とかサンダーボルトで相手のモンスターとか全部ぶっぱして、ヤタガラスでぶん殴ってロックするみたいな動きが結構強かったんですけども、この令和の現代遊戯王においてね、こいつをね、なかなか出してる余裕がないんですよね。正直活躍させるの割ときつい。で、このカードが召喚リバース手段のエンドフェーズにスピリットだから戻るっていう共通効果ありますと。でね、こいつを活躍させるの本当にね、これ現代遊戯王では難しくて、で、今回は何をやっていくかというと、こいつが活躍する場面ってどういう場面か、相手の手札が何にもない、相手の盤面が何にもない時なんですよ。何にもない時にこいつらをダイレクト取ったら、もうあとは一生相手ドローできずに死んでいくだけなんで、だからまずね、一番最初にこのヤタガラスを活躍させるためには、相手の盤面とか手札を全部デッキにバウンスしたり、要は破壊したりしないといけないですね。はい、というわけで、今回、ご用意させていただいたギミック、前半ですとなっておりまして、まあ、高校はプレミデッキなんですけども、全部ハンデします、相手の手札を。で、どうやってハンデスしていくかっていうと、この神殿を守るものっていうね、モンスター、まあ、このモンスター使って何回も動画にしてるんで、ご存知の方も多いかもしれませんが、こいつがフェード上に存在している限り、相手ドローフェーズ以外ではカードをドローできないよっていう効果あるんですけど、こいつの効果と、あと、かく乱作戦とか、このリインカネーションっていう相手の手札をデッキに戻したり除外して、もう一回デッキからカードをドローさせるっていうカード。これをコンボすることによって、チェーン1、かく乱作戦、チェーン2、戦線復帰、墓地から神殿守るの蘇生みたいな感じにすると、相手はデッキにカードを戻した後に何にもドローできないっていう、まあ、要は全ハンデスができるんですね。だからそのコンボをトラップカード、通常トラップカードを使ってできるんで、まあ、ラビネスと結構相性が良くて、まあ、この辺のギミックを入れてますと。で、診断で実装されたまずね、ワナビーが結構強くて、これ自分が相手のエンドフェーズに手札フィールドのこのカードを墓地を送ると、使用しない相手の魔法トラップゾーンの、数だけデッキの上からカードめくってトラップカードだったらセットできるっていう効果なんで、で先行で使ったら5枚めくれるんですよ、デッキトップで。5枚の中から1枚トラップカードセットできるんで、まあ、コンボパーツ的にはその格乱作戦かリインカーネーションプラス戦線復帰で墓地に沈んで守るものみたいな感じなんで、結構コンボパーツ多いんですね。なんでワナビーがこれを助けてくれるというところと、あとね、これですね、デスガイド。これね、デスガイドがめっちゃ強くて、こいつがサーチしたくて今回スモールワールドまで入ってるんですけど、これなんでかっていうと、デスガイド、そもそもこれがリミットしちゃうんですよ。だからサーチ したいけど、こいつをサーチするギミックがなかなかやっぱ難しくて、今回はこのデスガイドでクリッター特殊召喚から、デスガイドクリッターでケルビーニっていうリンクをして、で、クリッター効果で、この、ヤタガラスを手札に加えておくっていうムーブをしてますと。で、それだけじゃなくて、ケルビーニが、レベル3のモンスターを墓地をくれるんで、これでマサイの戦士墓地を送って、で、マサイの戦士が悪魔族墓地をくれるんで、こっからね、神殿を守るものが、墓地に送れるんですね。そうすると墓地に神殿を守るものがあって、ヤタガラスがサーチできるっていうムーブをこのカード1枚からできるんですよ。でこれがめっちゃ強くて、なんでデスガイドムーブから動いていこうという話になりました、私の中で。で、あとはですね、かく乱作戦とかリンカーネーションがうららめっちゃきついんですね。なんでまあビッグウェルカムとかにうらら打たせるか、または墓荒ら、まあ、ブボケソウルあたりで、この辺でなんとかして相手の誘発対策をしていこうという感じ。まあ一発屋デッキですけど、しかもコンボパーツ3枚なんで、もうなかなか決まんないんですけど、決まったらガチのクソゲーができるんで、クソゲーをお見舞いしたい方は、ぜひ参考にしてください。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。いやー、これ決まんねえ、マジでやばすぎ。これスモールワールドでこれレディ飛ばすしかないんだけど、いや、これレディ2枚入れた方がいいな、マジで。これスモールワールドでレディ飛ばす地獄みたいなことしないといけないんだけど、決めるためにはサタンクロースくん最強で、これサタンクロースから全モンスターにアクセスできるっていうね、最強、マジで本当に強い。これはでデスガイド、召喚、うららでサレンダ
裏らでされんだ。よし、よっけ。ちょ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 。いける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 ぞいける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 ぞ。チャンスだ。チャンスだ。相手なんもない。クリッターとデスガイドで、でガイドしてケルベに出していく。でクリッター効果。鳥さんこちら。鳥さんこちらです。ロクラモンスターサーチネナで、マサイ落として、でマサイ墓地送られたので、悪魔族モンスターを墓地送るという効果ありまして、でこれで神殿を守っていきましょう。はい、まあ、全然相手の手、神殿は守るけど相手の手札は守んないと言われてます。で、カードを3枚セットしまして、これでエンドフェイズですね。はい、まあ、割とターンは短い。さあそしてここからが俺のターンよ。コンボパーツ揃ってるんでいきましょう。ですね、でスタンバイフェーズまで入ってからかく乱作戦打ちます。チェン1、あー、なんもないぞ。いけんじゃねえかこれで。戦線復帰、オッケー、来たで神殿。これによって何が起きるかと言いますと、戦線復帰で神殿が出てきまして、これでかく乱でドロースができないと。はい、まず前半です確定しました。ありがとうございます。さあ前半です確定しました。頼む、サレン出しないでくれ、頼む。さあ地獄の地獄のダイレクトタイム、いけヤタカラスバトル。次のてめえのドローフェイズはスキップされてて、メイン2マジロ。外役すぎてケルビーニの効果をもう使わないし、なんなら神殿守るものを攻撃表示にしないぜ。クソせ。本当にすいません。あー、割と良さそう。これトラップトラック来ると思わんかったよな、マジで。トラップトラック来たのでかすぎてやばいっすね。いや、なんかハンデス決めるだけだったらマジでトラップトラックと覇王竜揃えるだけでいいんですよね。2枚コンボで前半です食らわせられるの割と強くないですか。普通にトラップから2枚で結構ね、まあ、でデスガイド最強なんでデスガイド召喚します。でデスガイド効果発動します。トルー来た、中村トルーでクリッターとデスガイドで、まあ、リンクしまして、ケルビちゃん出して、ケルビの角を出して、でクリッターで飛躍を生成していく。来た、ヤタガラス来ちゃう。これがね、あの最強のモンスターですね、ヤタガラスサーチというアルティメット最強ムーブ。でワサイ効果発動して、バックジャックを落として、これでですね、トラップトラックがないとあるんですね。マジだった、神神来た。セット、これで一応コンボパーツは揃って出ますね、揃ってますね。まあ、てか、なんなら、あ、でもそうか、あれだな、あのトラップトラックがないとザーク上がりきんから。で、エンドフェーズ入ります。で、相手のスタンバイフェーズに動くわ。ドローフェーズじゃなくてスタンバイフェーズで動きましょう。おう、で、ドローフェーズスルーして、で、スタンバイフェーズ効果、バックジャック効果、除外して、デッキトップ、見て、トラップカードあったらセットできる、まあ、さっき仕込んでおいたんで。仕込みマシンガンしておいたんで、トラップトラックセットで、これウララ打って、ビッグウェルカムウララ打ってください。ない、ウララない、あ、ウララないんだ、マジウララないんですって、でかすぎなんだけど、ウララないわ。なるほど、ウララないってことは、ちなみにあのかく乱作戦が通るってことですかね。はい、で、レディー・オブ・ザ・ラベリンス初見顔しっきゃんでね、ウララをどこに打たれるかみたいな話なんですけど、リンク先に出そう。そしてハオリの魂発動、今こそ世界を一つに、うおー、統合召喚。ちなみに、レディの効果によって、その効果にチェーンすることによりトラップカードをセットできる。これ相手のデッキ分かんねえな、これ何もしないから相手、何そのデッキ分からん。まあ、とりあえずビッグセットしとく、まあ、とりあえずビッグで。さあそして、ハオリの魂によってハオリウザークを統合召喚、かっこインチキ召喚。そしてインチキ召喚に成功した、覇王を爆破、トラップトラック発動、フィールド上のモンスターは爆破し、
デッキから、トラップカードをセットするというか、ね、この効果の発動後セットしたカードも発動できるけど、トラップカードは1回しか発動できないという、まあ、制約がかかるという話ですね。これはまあなんか適当に誰もかなんかセットしとこうかな。まあなんかあんでもいいよ。これ相手のデッキマジでわかんねえ。これそして覇王竜ザークの効果、爆破されるとペンデラムゾーンにセッティングできる。そして覇王竜ザークの恐るべきペンデラム効果、これペンデラム効果めっちゃ強いんですけど、融合シンクロエクシーゼの効果が発動できず、そして相手がカードをドローフェーズ以外でドローした場合、ドローしたカードを爆破シャーティアラメッツはやばくね。え、ティアラメッツやばくね。あれ僕これ破壊しちゃいけないカード破壊してる。やばい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 よ。それはペルレーのやばい、ちょっとやばい、それはあやばい。なんかあれ俺ハンデスチェアなの、おかしいな、なんか3枚ぐらいに手が増えてると、おかしいぞ、何が起きているんだ、嘘でしょ、嘘やん。え、あれあれ。いやあれ俺手札全部判定しましたよね。一体全体何が起こっているというんだ、なぜこんなことが許される。おかしい、おかしい、俺は全ての手札を墓地に送ったはずだ、なぜだ、やだからす俺を守れ、うわー。